頼む頼む、本当に頼む。初めてなんだ、自分でやろうと思ったの初めてなんだ。近くに湧いてくれ、頼む頼む。とタルコフの神様、お願いします。タルコフの神なんていなかったんや。タルコフの神なんていなかったんだ。エスコープでっか。銃入ってんじゃろこれ。あー遠いな。あ、電車ここなんだ。ちょっと待って。やばい。ガチやばい、ガチやばい。ガチやばい、ガチやばい。イブプロフェン飲み忘れた。固まった、腕腐った。これ近距離うんちら、これ近距離うんちら、気づいちまった。あぶねえ、ガチ殺されるとこだった。こんな NPC にぶっ殺されるなんて終わり方あるかよ。なんでこんなところで俺 NPC にぶっ殺されなきゃいけねえんだ。危ねえマジで。誰だよこのスコープ神って言ったやつ、出てこいよ。俺をぶっ殺してやるよ。神神神神嫌がって、弱えじゃねえか。そういうゲームじゃねえからこれ。邪魔すぎ。なんだこれマジで。こんなんだったっけ、俺が使った時。俺が使ったってこんなんだったっけ。俺が野良から拾った時もうちょっと見やすかったと思うんだが。ゼノゼノー、何これ。私有地に入ってる気がする。
な、俺こんなんだったっけ。なんかちょっと違う気がするんだけど、なにこれ。いやでも多分これだったんだよな、名前的にも。今朝の俺と今日の俺の感覚が違えぞこれ。どっちも今日の俺なんだが、優しいね。頭狙えないねこれ。あれがめっちゃ遅いわ。スコテンがめっちゃ遅いわ。スコテンじゃね、スコテンじゃなくて、あの このエイムがめっちゃ遅い。あ、もうちょっと早かった気がするんだけどな。もう一種類あったけど、それか？あ、現地調達。あれ人じゃん。24レベル。スモーク持ってきてる。なんかクソでっかい。そうでっかい玉なんだこれ。このでっかい玉でか高い。ゼロが安いんだっけ。関さんいねえかな、ここに。ああ、遠くだったら見やすいな。俺たちがこの間いたのがあの辺か。ああ、なあそこ、ちょっと待って、弱いんじゃない、もしかして。もしかしてだけど、あそこめちゃくちゃ弱いんじゃない。まさかとは思うんですが。だってこっからめっちゃ簡単にスナイピングできるぞ。え、電車って確定で来るの？ランダム？確定で来ると。ここってあんまり人来ないのかな。
なんかめっちゃ遠くだと下には弾落ちるって関さん言ってたけどね、まあ多分それも弾によるんじゃないかな。何の弾売ってるかによると思うけど、よっぽど弾速速いやつとかじゃないと弾落ちるんじゃないか。いないね。むしろあそこ今から行くか。行き止めってさ、オルトだよね、確か。立ち止まっちゃうよね。移動しながら行き止めしようとすると、固定リーンみたいなやつになっちゃうよね。ブザー鳴ってる。ブザー鳴ったら、あの坂道で地下行くみたいになってるところから脱出できるんだよね。しないな。あさられてる。すげえ、めっちゃ綺麗にあさられてる。うちの配信は別にハト禁止してないっす。足音してる。あそこどっかに繋がってる？あそこどっかに繋がってる？地下に繋がってる？結構いいとこ当たったと思うんだけど。うわ、怖すぎ。怖すぎる。え、こっから脱出に繋がってる？脱出につながってる？ああ、つながってんのか。多分当てたからさすがに逃げると思うんだけどな。
危ね、なんだ。びっくりした。腕持ってかれた、腕持ってかれた。危ね。あ、ブザー鳴りやんじゃった。あ、腕なんか HP 少な。俺の腕、俺の腕どうした。やべ、 VSS 持ってる、持って帰りて。MP9。 え、なに、知らないバッグ持ってる。アタック2。うわ、バッグにバッグしてる。どうしよう、これ入んねえのか。だったら、こうしてこれこっちに入れて、これでってこうでしょ。VSS 持って帰りてえな。うわ、俺の KBP 捨てるか。あ、リグでかっ。めっちゃリグでけえじゃん。これどんくらい取るんだ。あ、違う、これじゃねえ。これ横一列か。だったらこれここに入れて、でハンターもここに入れて、でこれ持って、で VSS 持って、ヘッドホン入れて。わあ、うめえぞうめえぞ。これヘルメットどうなんだ。ベレッタ持って、ちょっと待って、マジでうまい、マジでうまい。どうしようこれ、場所間違えたな。アバウトハーフ、アバウト、アバウト、アバウトハーフ。25分で、俺は今置いてかれたんだよな。俺は今置いてかれたんだよな。メット交換、こっちの方が強い。メット交換した方が強い。 OK。
レベル4だ。なんならチンヘルどれだ、チンヘルどれだ、チンヘルどこ行った、チンヘル、やべ、チンヘル下にかぶせとけばよかった、チンヘル消えた。マスクかぶっとくか、とりあえずだ。MP9、 MP9、 あ、こいつが持ってた武器か。畳んだらどうなるんだ。おお、マジかよ、マジかよ、こいつ4マスかよ。やべえ、ちょっと待って、めちゃくちゃ命重い、激重。じゃ、俺の中では2000万の鍵ぐらい今重い、感覚的に。これ初めての経験だから2000万の鍵と同じ重さ感じる。めちゃくちゃ手震える、めっちゃ重い、めっちゃ重い。この最初のこの成功を仕掛けてる体験っていうのは多分2000万の鍵の興奮に相当する。やばい、めちゃくちゃ命重い。モード確認は確かにしてた方がいいな。弾は確認した、弾は20発の弾倉がさっき入ってた、大丈夫。その代わりこっちは多分入ってない。あ、違う、これじゃねえ、あ、違う、これじゃねえ、やばい、音が入ってるわ、20発入ってる。え、これ電車が来たらどう分かるの。電車が来たらどうなるの、これ。グラサンかけとくか。で、グレ入れとくか。で、ペインキラー決めて、で、サレワを入れて。いや、サレワじゃない方がいいな。やべ、サレワじゃ、あ、サレワでいいわ。あ、どっちがいいんだっけ。まあ、いいや、 IFAK 入れとくか。汽笛？やべ、虎の構えが出る。電線泥棒。どこだっけこれ。鍵がいる。外出る、戻った方がいい、それとも別の道から行った、外出た方がいい、どっちがいい、どっちがいい。こっち出れる。ここが多分ね、あのブザーが鳴った時の出入り口だと思うんだけど、あ、違う、こっちかな、あ、違う、こっちだ多分。このトラック見覚えがある。ここの上がさ、ブザー鳴った時の多分脱出経路だよね。ブザーって一回鳴ったけどまた鳴るの。
うわ、めっちゃいるんだけど。これが20発入ってる。レイダー倒したったよ俺。電車って来たの？ちなみに18分。いやちょっと待って、レイダー倒したんだったら男なら行くだろ。ここまで来たら俺多分もうカイジと一緒だよ。17歩やってる時のカイジと一緒。ついてる時はとことんついてんだよ。人生に、俺のタルコフ人生一生に一度の荒波が来てるかもしれん。ちょ、下確認して。分かる？レーダーかどうか分かんない。さすがに分かんないか。電車ってちなみにどこ？なんか喋りながら近づいてきたら危ねえってことだよね。死体しか見てなかった。やべやべ、逃げる逃げる。ちょっと待って、落ち着こう。俺は何したらいい？今の場所出て右がゴール。遠回りした方がいい。来た道戻った方がいい。ブザー鳴るまで待機。え、ブザーって人が鳴らすの？勝手になるの？やべ、飯がねえ。粉ミルク飲むしかねえかもしれん。ツナ缶あった。ツナ缶？あ、これか。え、でも喉乾いちゃうんじゃねえか。大丈夫か。喉乾いちゃったら意味ないんじゃないか。
めちゃくちゃ命重い、めちゃくちゃ命重い。行く来た道戻る。今ね残り14分。え、電車のポッポーって音がしたら今の坂道上がって右って大丈夫なの？え、さっき言ったあれはキラーみたいなやつはレイダーか。やばいよね多分。レイダーいたら殺されるよね。戻って遠回りするか。やべ、こういう美味しい状況に出くわした時に脱出経路をしっかり把握できてないと痛み見るな。想定外のうまさした。こんなにうまいと思ってなかった。電車が来たらどうやったらわかるの？ちなみに寮ってここ出たらどっち？右だな。さっき俺が殺したやつが鳴らしたのか。あいつ多分人っぽい、人っぽい、動きが人っぽい。から撃った。 Oh, yeah. やっぱ喋ってるやついる。やべ電車来た。電車ってどこだ？ポーポーって言ってる。どこ？レーダーってグレ投げられるの？投げれるの？なんか今やられた？逃げ道が分かんないんだよ。逃げのルートが分かんない。もうカバン捨てるまであるな。ちなみにブザーってどこ？残り9分。マンション側？ここから右上？どこだ？
電車は位置がいまいちわかんないからやめとく。ごめん、やめとくわ。あの電車の脱出経路、さっき坂道登ったけど正確な位置覚えてない。そこに見える小さい四角の建物、どこだ。あ、これか。これか。むしろどれだ。あ、これか。いや、俺はもうこのバッグを持って帰れないんだったら死ぬ。もうそこまで来てる。100か0か。やべえ、スタミナ回復がめちゃくちゃ遅い。あ、水がねえんだ。水と食い物がねえんだ。やべえ、終わったかもしれん。とりあえず砂缶だけでも食うか。ここどこ。やべえ、迷子った迷子った、こんな時に。スタミナの消費がやばい。ハンダが元。なんか撃たれてる。足壊れた。助けて。危ない。危ない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 。巻きながらもダッシュ、巻きながらダッシュ。なんか人いたよな。やべ、間に合うのかこれ。頼む。やべ、音が聞こえない。音が聞こえない。走るか。いて、血出た。いて。大丈夫か。ヘルスは。やべ、超えれねえ。満身創痍。頼む。マジ頼む。よかった。自分を信じてよかった。
喉乾いた。マジで喉乾いた。もう何をしたらいいのか分かんなくて。あんな左上にデバフマークみたいなの。あんな MMO でボス戦の時みたいなデバフマークついたの初めてだから。疲れた。ああ。やばい。やべえ。ちょっと頭くるくるする。これヤニーだわ。これヤニー、これヤニー挟まれたのだ。いやなんで、ね、電車はね、なんか変なね、変な坂道登った高台みたいな場所に登った時にマーク出たのは覚えてたんだけど、電車で帰るつもりが一切なかったから、場所を全く覚えてなかったっていうのが痛かったね。逆にそれが良かった。と言えば良かったのかもしれんけど、多分さ、俺が最後さ言わなかったけどさ、坂道上がった瞬間右斜め前から聞こえてきた英語もあれ多分レーダーだよね。多分俺もあそこ死ぬなって思いながら言った。これ撃たれたら死ぬなって思いながら言った。あれ多分レーダーだったよね。多分なんかバスカペルパルチアとか言いながら右斜め前にいたやつ。バスカドデルパルチアみたいなこと言ってたやつ。マジやばかった。走るたびにああああとか言ったのも俺初めての経験だからさ、あれ多分あれ出血してたんでしょ多分。76発って22発しか当たってね。50発外してる、50発外してる俺。